どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きの連っていう漫画を描いております。今日はですね、先日、いつだっけな、去年だったと思うんですけど、左利きのエレンの漫画と朝日新聞社プラス、メガネのジンズさんプラスクリエイティブカンパニーゴーさんと 4社コラボ、まあタイアップ企画があったんですけども、それで左利きのエレンっていう漫画の本編がなんとその全国の朝日新聞の紙面で掲載されて、まあそれ自体が朝日新聞という、まあ、新聞とメガネのジーンズの広告になっているっていう、そういうプロジェクトをやったんですけども、そういったその PR 広告全体が去年のその新聞広告賞というものを、受賞しました。でそれのまあご報告動画もこの前アップしたんですけども、今日はそれの表彰状な、なんだ、ちょ、まだ見てないですけど、なんか、盾みたいなのが、ゴーさんから届いたので、それを、まあ、開封というか、一緒に皆さんと見たいなと思って、動画を回しております。まあ、本来であれば僕、漫画描いただけなんで、まあ、新聞広告として、漫画を使うのが、まあ、新しかったよねっていう、そこを褒めていただいた賞だと思っていますので、まあ基本的にはまあそれに使っていただいたっていう形なので、まあ漫画描いただけだなと思ってたんですけど、まあ郷さんとか朝日新聞社さんたちのご好意によって僕の分も作っていただけたということなので、まあ本当にありがとうございます。なのでちょっと皆様とおーっていうのをちょっと共有したくてカメラを回しております。開けますね。こういう感じで、まあ、届いて、まだ中見てないんですけど、どんな感じなのか。まあ、僕も、広告代理店出身なので、まあ、クリエイティブ出身なので、なんかその、広告賞取りてえなーってずっと思ってたんですけど、まあ、結局、大した賞は取れずと言ったら、あれ、取った賞に失礼なんですけど、まあ、いわゆる、その、皆さんが知ってるその有名な賞は取ったことなくて、ましてやその新聞広告賞って結構すごいので、まあ夢だったんでね、ちょっとまあ僕の手柄ではやっぱないんですけど、まあそれにちょっとでも関われたのは嬉しいなと思っております。はい、もっとなんかこういうぐらいかなと思ったんですけど、ちょっとすごいな。まだ見えない。カッピーだって書いてくださってます。こういう感じ。こういう感じ。かっこいい。これあれだ。新聞の縮小です。これが、新聞に載ったんですよ。で、だから新聞、この上にね、朝日新聞と書いてあると思うんですけど、新聞の紙面をそのまま縮小したやつ。わ、めっちゃ良くない？これ大丈夫？ちょっとこう、なんか洗濯物とか反射してますね。すいません。良くない？これ。嬉しい。やったった感がありますね、これ。やったったなぁ。やった。粋ですね。これは、これでも他の、他に、この回に受賞した作品が、そうだな、君の名はとかの新聞広告で、裏表透けるとか、そういうのが受賞してたんですけど、多分それも、こういう形で縮小版がこう、そのまま額装されて、っていう感じだと思うので、これは粋ですよね。これ飾っときたいな。飾ります。なんかね、その広告賞ってこのトロフィーをもらうとかはなんかイメージあるんです。このカンヌだったらそのライオンの像とかもらうっていうのはイメージあるんですけど、こういうなんか作品そのまま、まあトロフィーというかこの額装しましたっていうのは結構珍しい気がします。新聞広告だな、ならではなのかな、これは飾っときます。どっか見える場所に、娘ちゃんがぶっ壊さない場所に大事に。飾らせていただきます。本当に、関係者の皆様ありがとうございました。多分尺がね、今回短いんで、ちょっと余談、ちょっと話そうかなと思うんですけど、まあ YouTube チャンネル2000人突破しました。ありがとうございます。で、まあ、
言うてもね、2000人なんで別になんかイエーイみたいな感じじゃないんですけど、まあ、YouTuber じゃないんで、その、もちろんその、10万人とかなんかそういうのは目指してないんですけど、漫画家さんの YouTube チャンネルですごい人気のやつとかも多分いっぱいあると思うんですけど、なんかそう、このチャンネルは本当に左利きのエレンの公式チャンネルなんで、そのやっぱ漫画のファン以上になることは絶対にないので、まあ、漫画を読んでる方の100人に1人が見てくれてる、まあ、もっと少ないな。今100万部突破で、まあ、110だとして、ちょっと5000分の1かな。ちょっとごめん、計算できないけど、まあ、まあ、漫画を読んでくれてる上で、その、まあ、より、なんか、その中で選ばれし、お客様たちが今見てくれてると思うんですけど、まあ、それでいいと思ってやってるんで、別にその、イメージとしては、ファンブックというか、その漫画をもっと楽しみたいときに、なんか副読本を読むじゃないですか。そういう、なんかなんちゃらファンブックとか、その、まあ、あるいはその、ウェブサイトで考察を調べてもっと楽しむとか、いろんな楽しみ方がある中の一個として、YouTube チャンネルは、ま、続けていきたいなと思っております。なので、ま、引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると、まあ、モチベーションがわかりやすく上がって、まあ、もっといろいろやってみようかなとか欲が出ると思うので、何卒、チャンネル登録、グッドボタンはよろしくお願いします。で、あと告知なんですけど、まあ、この動画の中でまた告知しても、まあ、大した効果ないと思うんですけど、まあ、マネージャー募集してます。で、セカンドマネージャー、二人目のマネージャーなので、まあ、小林さんというナンバーナインの社長さんの、まあ、最初は補佐みたいな感じで入ってもらうと思うんですけど、まあ、それも動画にしたので、まあ、興味ある方はちょっと見てみてください。まあ、マネージャーに、漫画家に二人もマネージャーいるのかって思うかもしれないですけど、まあ、こういうね、プロジェクトとかをやらせていただいているので、意外と忙しいんですよね。その漫画描く以外にも広告案件とか、まあ、アパレルとかもやってるし、いろいろそのなんかもう、結構、漫画以外のこともいろいろやらせていただいてるんで、結構実は一人じゃもう回らなくなってるというのが正直なとこなので、まあ基本そんな面白くない仕事だと思う、正直。別にクリエイティブの仕事でもないし、僕の愚痴を聞いたりとか、別に何かを学ぶわけでもなく、カッピーという漫画家のためにストレスを抱えることになるかもしれないので、あんまり別にそんななんかいい仕事じゃないかもしれないですけど、まあ、左利きのエレンという作品は多分そういうマネージャーさんがいるおかげで生まれてくると思うので、そういったところにもし喜びを感じていただける、素敵な方がいましたら、何卒待ってますのでよろしくお願いします。であと、これもね、多分早めに動画にすると思うんで、あれなんですけど、また YouTube チャンネル見てほしいんですけど、このアントレース、アパレルアントレースやってるんですけど、これですね。これ、神谷雄介率いるアントレースの、まあ、リアル版というか、それをアパレルとして今活動してるんですけど、それの結構やばいニュースがありまして、アントレースやべえなっていうのをちょっと聞いたので、聞いたっていうか、まあ、僕以外のメンバーがすごい頑張ってくれたので、カッピーちょっとアントレースやべえぞ今年って言われて、なんすかなんすかって聞いたら、あ、本当にやべえってなって、ちょっとごめんなさい。何の説明が下手すぎるんだけど。まあまあ、ちょっとすぐに動画にするんで、そっち見てほしいんですけど、アントレースや、勢いやべえっていう動画をあげます。説明ができねえ。まあ、なんだよな。まあ、順当にそのアパレルブランドとして結構評価を得て、まあちょっと漫画から生まれたのは確かなんだけど、もう今アパレルブランドとして結構ここまで来ましたかというところのご報告ができると思うので、で、そこで新商品、今度出す商品の着てみてどうだみたいなのもやると思うんで、まあまあ普通にこの洋服とかアパレルとかを、とか、まあ左利きのエレン好きな人は、ちょっと続報をお待ちください。はい。まあ、ってな感じで、もう本当に、もう YouTube チャンネルとしては、あれなんですけど、まあ、左利きのエレンっていう漫画を好きな方の中から選ばれし、もうコアファン、左利きのエレンの、まあ、もう、重箱の隅すら、
食ってやるぞという気概の、素敵な皆さんが見てくださってると思うんで、まあ、少なくても、再生数とか、まあ、そこまで気にしないんで、まあ、多いのは越したことないですけど、そこまで気にせずに、まあ、やっていきたいと思ってるんで、まあ、何とぞ、皆さんが見なくなったら、終わると思うので何卒お付き合いいただければなと思っております。はい、それではまたよろしくお願いします。失礼します。